33歳のリュウジですということでですね、まあ、なんでこんなことを言うかっていうとですね、僕明日誕生日なんですね。なのでですね、今日の撮影、これ、僕の33歳の最後のね、もう撮影になります。まあね、そんなことはどうでもいいと思うんですけど、皆さんね、ちょっとね、感慨深くてですね、ここで出てくるまでですね、僕はいくつまで料理のお兄さんでいられるのかなっていうところなんですけど、皆さんご安心ください。僕60歳になっても料理のお兄さんと言ってます、多分ね。なんでかっていうと、料理とのお兄さんという仕事だからですね。見た目とか年とかがお兄さんなわけじゃないですね。料理のお兄さんっていう職業なんですね。ひろみちお兄さんみたいな感じですね。これからも応援のほどよろしくお願いします。別に兄貴って言ってもいいよはい、ということでですね、今日は僕ね、一滴もね、まだ飲んでないんですけどもね、僕一滴も飲んでない時に何をやるかっていうと、やっぱり思考シリーズですね。今回はですね、もう思考中の思考です。僕がもうほんと大好きなんですよ、これ。チキン南蛮です。はい、でこのチキン南蛮も僕もいろんなチキン南蛮のレシピ持ってるんですけど、今回は結構ねシンプルなチキン南蛮、パチンコでうまいやつを今回作っていこうと思いますんで、よろしくお願いします。リュウジのバズレシピ。はい、それではね、材料説明いきます。まずはですね、チキン南蛮なのでテキンです。300g から 320g ぐらいの、はい、あと鶏もも肉1枚ですね。あと玉ねぎが1/4、これね、半分半分で使っていく。使い方後で説明します。あと、ごめんなさい、あんまり家にないかもしれないですけど、これスイートピクルス、これ今回の肝です。買ってください。これを 15g、 大体1本ぐらい使います。これね、わかりますかね、下にね、香草がね、いっぱい、詰まってるんですよ。これが、このね、匂いがね、すごい効いてるんですね。マスタードとかディルとかが入ってるんですけども、この香りを乗せることによってチキンナンバーが数倍レベルアップします。これ重要です。で、あと卵が2つ。材料は以上です。あとは調味料を使っていきます。ということでですね、まあ、今回ね、試行シリーズということで、もう気合い十分でございます。そしてですね、さらに僕はですね、気合を入れていきたいと思います。闘魂注入ですね。ハイボールがあれば何度できるということでね、いきます。たまらん。もうね、何でもできますね。まずタルタルソース、チキン南蛮タルタルソースですね、やっぱね。で、今回ですね、玉ねぎなんですけども、これもね、2分割するんですけども、半分スライスにするんですね。はい、これぐらいですかね。で、もう半分はみじん切りです。できればね、細かめのみじん切りがいいです。これぐらいの大きさに切っていきます。ピクルスもこんな感じで、薄切りにしていただいて、で、これはね、玉ねぎとね、合わせといていいです。みじん切りの方はこっちのですね、ボウルに、移しておきます。これね、あとでね、タルタルソースをね、こうやって作るのでね。そしたらですね、タルタルソース、卵ですね、を作っていきたいなっていうふうに思うんですけども、タルタルソース作るとき必ず必要になってくるのはゆで卵なんですけども、僕ゆで卵をね、作るの嫌いなんですよゆで卵って時間かかるじゃないですか。なので、ね、あんまり好きじゃない。だから、今回は時間のかからない、ゆで卵を作っていきたい。まずフライパン温めますね。水沸いてきましたね。沸いてきたらここに卵入れます。で、蒸します。で、蒸していきます。ゆで卵って、まあ、今回片ゆでを使うんですけどね、通常だとですね、ゆで卵って10分かかるんですよ。で、このやり方だと10分もかかりません。2、3分ぐらい大丈夫だと。これね、覚えておくと時短になりますので、原理は同じです。こんな感じになるんですね。これ1分もしてないです。今1分もしてないけど、この状態で、この状態だとまだね、黄身がね、ブルンブルンなんですね。なので、こうやってですね、ターンオーバーしてあげます。はい、これで黄身がガチガチになるまで茹でていきます。で、1つはこうやって蒸して、また蒸し卵にするんですけども、もう1個はね、衣の方で使うんでね、これはもう1個は取っておいてくださいね。はい、でですね、まあ、ひっくり返して2分ぐらい蒸したものがこちらになります。はい、もう完全に硬くなってますね、これね。はい、で、水分もね、飛んじゃいました。はい、そしたら、こんな感じでですね、こう取ります。はい、で、フライパンの方に持っていきます。ほら、こんな感じでちょい半熟とまでいかないですけど、でね、ゆで卵じゃないからね、切りやすいんですよね、平べったいから。はい、ダイスカットも、ね、やりやすいので、
こんな感じでどん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 やっていただければ、もうすぐにね、ゆで卵の、みじん切りができちゃいます。そしたらこれも、さっきのボウルの方に、ね、こんな感じでね入れていきます、はい、でここにマヨネーズです。大さじ1、2、3、で大さじ3ですね。こんな感じでね、ケチャップ、タルタルソース甘みが少しつくと美味しくなりますんで、ここでケチャップを入れます。だいたいね小さじ1強ぐらいかな、はい、お塩ね、タルタルソースってお塩結構重要なんですよ。少しね強めにつけます。小さじ4分の1です、はい、これでね味がねはっきりするので、塩はね必ず入れてください。で黒の胡椒、僕は少し効かせます。このぐらいで、こいつはね混ぜていきます、はい、こんな感じで、そうそう、こんな感じですね。で玉ねぎなんですけども、今回ねそのまま使ってるんですけども、玉ねぎの辛みがすごい苦手だなっていう方は水にさらしてからやるといいです。僕は、玉ねぎの辛み結構好きなので、で少量なのでそんなに気にならないので入れちゃいますけども、もしなんか玉ねぎ、ちょっと辛いから嫌だなっていう方は水にさらして、水気絞ってお使いください。でこんな感じでね入れてきたら、少し味見ですね。甘酢作るか。ソース類は、最初に、同時進行でもいいんですけど、最初に作っておいた方が後で慌てないので、最初に作っておいちゃいましょう。さっきスライスした玉ねぎ入ってます。はい、ここに醤油です。大さじ1と半分です。お酢ですね多分大さじ1と半分ですね。これでいいかな、はい、まあ、ちょっと強めでも、はい、まあまあもうしょうがない。これもケチャップです。大さじ1ぐらい、大体これぐらいかな。お砂糖、お砂糖ね、大さじ1と大体半分ですね。でここに味の素4振りぐらいですね。でこいつを煮詰めていきます。お砂糖とケチャップが入ってるので少しね溶かすように、火加減はねそんなに強くなくていいです。でこのままですね、玉ねぎに少し火が入るぐらいまで弱火で、じっくりと、このプツプツ入れてから、まあ、大体30秒ぐらいと煮てですね、この玉ねぎがしなっとなったらですね、あとはね余熱で結構火が入りますので、はい、とろみ的には、ね、結構これぐらいとろみがつきます。このねとろみ重要です。これとろみがあると後でチキンにね、この甘酢がかなりねいい感じで絡みますんで、はい、このとろみすごく重要です。こうね、とろみの加減っていうのはこう混ぜてると、あ、そこが見えるぐらい、わかります？そこが見えるってことは粘度が高いってことなんです。じゃあタルタルソース、甘酢ソースできましたね。次は、やっとこさチキンです。チキン南蛮で1枚肉でやるところもあるんですけど、僕は1枚肉は火が通しづらくて難しいと思ってるんで、唐揚げみたいに切っちゃいます。まあ僕の場合ね、こうやって半分に切っちゃって、そっからこうやって一口大に切っていきます。今日ぐらいの大きさだと10等分ぐらいでいいかな、はい。結局ね9等分にしました、まあ、できるだけね、大きさ合わせてあげてくださいね、はい、こんな感じになります。で、ここに塩コショウですね。軽めでいいです。タレがね結構いい味するんで、コショウですね、今回粉コショウをまぶしていきます、はい、で揉み込んで こっちに移してあげて、ここにですね小麦粉をまぶしていきます。小麦粉ね大さじ2ですね。全体にねまぶしてあげます。これでまんべんなくつけてあげるんですね。こういうところね、しっかりねつけないと衣がね薄くなってしまうので、タレが絡まなくなっちゃう。そう、まんべんなくやってください。こんな感じ。やっとね、揚げの段階まで来ましたね。まず、油温めておきます。小さめのフライパン、これだとね1つでことが足りるのでね、だいたい1センチぐらいの油入れます。中火でね温めておきますね。鶏肉なんですけども、ここにですね卵割り入れます。完全に閉じちゃいます。ここにもうチキンくぐらせて、ね、小麦粉がですね、卵と結びついてですね、いい感じに、卵がですね、全体に絡まります。ということでですね、油結構温まりました。そしたらですねチキン入れていきます。火加減は中火。いいですね、卵だとねちょっとね、きやすいのでちょっとね、途中で分離させてあげますね。こんな感じでね、
通の料理動画になってますからね。まあでも至高シリーズはね、僕ねそんなに飲まなくてもいいと思うんですよ。はい、まあそんなこと言ってももうほぼないんですけど、はい、皆さんの見てないところで意外と飲んでるんですよ。で、これね、チキンも常温にしておくのがポイントです。なぜかというと、揚げた時にね、中まで火が通るのが冷たい、鶏肉だと結構時間がかかるので、そうしたらですね、こんな感じでね、柴犬色になってきますので、全体が柴犬色になったらですね、徐々にね、ひっくり返していきます。これね、二度揚げとかしなくていいですからね、はい、中に火が通ったの確認できればもう十分でございます。この揚げてる時の油の香りね、香りと音、もうもはやね、これはね、音楽だよね。いい色でしょ。そしたらですね、こんな感じで揚がりました。もうね、中まで火を通ってると思います。でこれですね、油を、抜くのも、兼ねてですね、ちょっとですね、こんなようなキッチンペーパーに取っておきます。これで数分置いて油を切ります。プラス余熱で、中まで火を通していきます。はい、それでは盛り付けていきます。すっごい綺麗に揚がってるでしょ。中火でじっくりやとこれぐらいのね、感じになる。で、ここに甘酢です。ちょっとね、温めておくといいですよ。まんべんなくかけてあげてください。はい、最後にね、タルタルソース、これもね、チキンが冷えてしまうので常温に戻しておいてあげた方がいいです。もう上からね、もうごってりと、はい、このタルタルソース命ですからね。命のタルタルソースなので、もうさっき作ったタルタルは全部乗せてあげてください。最後に青みが欲しいので、パセリ、はい、かけてあげてください。こちらですね、至高のチキンナンの完成でございます。はい、それではですね、出来上がりました。早速チキンナンパンにはやっぱりね、ハイボールもできました。いざ尋常に、よし、甘だれ上からかけてるだけなので、2人が甘いところは甘だれをね、つけながら食べてください。で、タルタルはたっぷりのせると、これですよ。いただきます。ごっさまですね。チキンナンバーこれが最高です。僕の中ではね、タルタルもうまいんですけど、このね、甘だれ最高っすよ。もうね、ドブドブ浸して食べてもらいたい。うまいなこれ。本当に丁寧に作るとうまいっすね、チキンナンバーね。いや、すいません、もう本当美味しい、美味しいしか出てこないですよ。もうチキンナンバン考えた人絶対天才でしょこれ。もう絶対勝てない。もう、ね、この甘酢とタルタルソースの相性抜群すぎる。でね、ピクルスの香りすごい効いてます。ピクルス入れるとね、ビッグマックのソースみたいになる。甘だれがね、ちょっとね、照り焼きマックみたいな感じ。僕こういう味が好きなんですよ、本当に。本当に美味しいです。でももうこれはお酒飲める方はお酒、お酒飲めない方は麦茶、はい、これ合わせて食べていただくと非常に美味しいと思います。うまい、これもう本当にやばい。これもう至高シリーズ手間かかるけどうまいな、やっぱり。ほら、本当にうまい。ずっとこれでいい。作り方的にシンプルで、ポイントもいくつかしかないんですけど、このね、チキンナンバーね、一度ね、作ってみていただきたいなっていうふうに思います。お酒のお供にも、ご飯のお供にも、どちらにも合います。すごくね、完成された味がするので、皆さん、ぜひ食べてください。はい、そういうことですね。皆さん、今日の料理どうでしたでしょうか。美味しそうだなと思った方、もしくは一緒に飲みたいなと思った方ね、ぜひチャンネル登録および高評価をよろしくお願いします。